お菓子を持ってこい。昨日買ったやつじゃなくて、お前が手作りしたお菓子だ。ほら、この服に着替えろ。あ、誤解するなよ。俺様の下僕として、品のある格好をしてほしいだけだ。下僕のお前は悪くない。少なくとも、手は器用だ。俺様に頼み事があれば、下僕としてまずは奉仕するべきだ。当然だろ。俺様みたいなかっこいい男を嫌う奴がいるはずないよな。俺様の服を気に入ったか？お前、センスいいな。誰の許可を得て俺様の手を触った？俺様に惚れちまったか？俺様の好みをこれほどまでに理解してないとは、お前は下僕として無能だぞ。なんで、俺様の欲しいものがわかるんだよ。俺様は、夜さっさと寝る派だ。優れたものは、生活リズムを維持すべきだからな。ぼんやりしてどうした？早く俺様の着替えを手伝え。どこへ行ってたんだ？いくら呼んでも反応なかったぞ。まあいいや。お帰り。俺様は形状禁止春。今からお前は、俺様の下僕だ。俺様に、お願いしますと頭を下げてみな。ここからは俺様の時間だ。俺様にひれ伏せ！さっさと俺様を助けろよな！よもや、俺様を狼狽させるとは。ち、服が汚れたな。俺様の戦利品を見ろ。お前はどんなお返しをくれるつもりだ？これはお前の下僕の仕事じゃないか。俺様の力はこんなもんじゃないぞ。ブラボー！新しいデザインのインスピレーションがひらめいたぞ。このシャンプーの匂い、いいじゃねえか。俺様が好きな匂いだ。優れた下僕なら、いつだって俺様の隣にいるべきだ。俺様は、この池の中にいる上品すぎる金魚とは違うぞ。近隣は竜になる日が必ず来るからな。たくましい春芽、震える剣先、深い眠りのバラの花。これが、俺様の考える騎士のロマンだ。俺様は形状禁止春。今からお前は、俺様の下僕だ。わかったな。